ロビンたちがグラディウスと激しい攻防を続ける中、幹部デリンジャーが参戦し、事態は一変。彼女たちが絶体絶命の危機に陥るかと思われた時、眠れる狂気白馬が目を覚まし、神速の戦いが始まる。次回ワンピース疾風怒涛、白馬対デリンジャー、海賊王に俺はなる。